よし、できた。ずいぶん熱心に書いてたけど、宿題？ううん、交換日記を書いてたのでし。まあ懐かしい。学校のお友達と私もよく交換日記したわね。毎回絵を描いてしりとりしてるんだ。それと今日あったことを書いてるの。楽しそうね。今はデジタルの時代だからこそ、そういうアナログなものも大事にしたいわね。それじゃあ今日はこんなお話をしましょうね。レターフレンド。書けた。私が手紙を書き始めたのはもう1年も前のことだった。はじめは本当に偶然、別々の県にある姉妹校の生徒に交流会後初めて手紙を出そうという授業で、私が書いた手紙が以前会ったこともある生徒ではなく、全く会ったことのない生徒の元へ届いてしまったのだ。その相手が緑だった。緑は数ヶ月前に姉妹校に転校してきたらしく、交流会の時にはいなかった。しかもその少し前、緑と入れ違いで転校していったのが、私が交流会で会った緑だった。同じ名前だから、そのまま会ったこともない緑のもとへ、私の手紙が届いてしまったというわけだ。でも、イラストを描くのが趣味な私と緑は、すぐに意気投合した。お互い会ったことがないことも加わり、私たちは週1回のペースで手紙のやり取りをした。中学2年生にもなると、周りの友達にも言いづらいこともある。そんなことを私たちは手紙に綴った。SNS 等と違い、手紙を出してから返事が来るまでのもどかしさなんかも逆にワクワクさせてくれる。待ちに待った返事が来ていた時の喜びは、メールや DM とは比べ物にならないくらいの喜びがあった。便箋の端には、いつも手紙の内容には関係のないイラストを描いている。緑も同じように可愛いイラストを描いてくれた。イラストも楽しみのうちの一つだ。ただ、半年経って少し飽きたのだろうか。半年前から手紙の内容が学校の話ではなく、家族の話が中心になってきた。イラストも少し不気味なものになっていった。この間、紐のようなものが便箋の周りをぐるぐると巻いているようなイラストがついていて、一番最近届いたものには炎のイラストが便箋の周りを覆っていた。片隅に描いていたイラストは便箋の周りを囲むように描かれるようになったのだ。そこになぜか一文字だけひらがなが書いてある。手紙の様子が変わってから半年。最近どうしたんだろう。もしかしてもうすぐ受験勉強とかが始まるし、ストレスかな。そう思いながらも、特に手紙の内容には触れずにポストに手紙を投函した。それからいつもと同じペースの1週間後。ポストを見ると手紙は入っていたものの、いつものように可愛い封筒ではなく簡素な茶封筒が届いた。中村まどか様？私宛てだ。誰からだろう。差出人の名前と住所を見て驚いた。横田、牧尾？緑と同じ名字と住所だ。急いで開封すると、その内容に驚いた。突然のお手紙で、さぞ驚かれたことでしょう。まどかさんにどうしてもお伝えしたいことがあり、こうして手紙をしたためました。ご存じないと思うのですが、私の娘、緑は、火事で亡くなりました。え？しかもその先にはもっと驚くことが書かれていた。緑が亡くなってもう半年になります。その間もずっとまどかさんからの手紙が届き続けたため、申し訳なくなってペンを取った次第です。もうまどかさんの手紙を読む者も返事をする者もいないのです。もっと早くお伝えしなければならなかったのですが、亡くなってから心の整理がつかず、半年も経ってしまったことをお詫びします。もし近くに来られることがありましたら、お線香をあげてやってください。今まで緑と仲良くしてくださって、ありがとうございました。言葉が出なかった。緑は半年も前に火事で亡くなっていた。じゃあ、この半年、私は誰と手紙のやり取りをしていたのだろう。私は慌てて緑からもらった手紙を収めているケースを取り出した。確か半年前はこの手紙くらいから。私が緑の手紙に異変を感じた時の手紙を開いてみた。それから今日届いた緑のお父さんの手紙を隣に置いて見比べる。筆跡は全く違う。緑の字は1年前から変わってない。
イラストも雰囲気は変わっているけれど、緑が描いたもので間違いないと思う。なんで？なんで？私は震える手でスマートフォンを取り出すと、緑の名前を検索した。本当、なんだ。そこには火事で女子中学生の横田緑さんが亡くなったという記事があった。私は思わずスマートフォンを落とした。それからまだ震える膝でゆっくりと玄関に近づいていった。どなたですか？しかし、外から返事がない。家のドアにはドアスコープがないので、玄関のドアを恐る恐る開ける。その瞬間、慌ててドアを閉めるが、手紙は家の中に入ったままだった。誰？ドアは開けず、鍵とチェーンをかけて手紙を見た。差出人のところには、緑の名前があった。緑？どういうこと？震える手で開封する。すると、そこには大きな文字でこう書かれていた。私の手紙を持って、今すぐ警察に行って。私は訳もわからず、緑の手紙に従い、緑からの手紙をすべて持って、近くの交番に飛び込んだ。どうしたの？大丈夫？私は奥の部屋へ通してもらった後、ゆっくりと半年前のものから順番に緑の手紙を開いていった。紐じゃなく、縄。炎は、火事。そして、一文字ずつ書かれていたひらがなをつなげると、殺したのは、父。はい、おしまい。緑さんは火事での事故死とされてしまったのが憎くて、自分の父親が殺した犯人であると、まどかさんに知らせたかったのでしょうね。まどかさん、お父さんに狙われずに済んでよかったですね。おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。